日本ハム、プロレスラー真壁刀義、キツネダンス練習しておくからよ。日本ハムは15日、ファイターズ超夏祭りを実施する8月25日のソフトバンク戦で、昨年12月に新日本プロレスの新社長に就任した棚橋博史選手と真壁刀義選手がエスコンに来場すると発表した。棚橋、ファイターズファンの皆さん、新日本プロレス、100年に一人の逸材。そして、代表取締役社長の棚橋博史です。小中高と野球をやっていました。ファーストピッチに選んでいただき、感無量です。当日は、最高の投球ができるよう、しっかり走り込みと投げ込みをしておきますとコメント。真壁、新庄監督率いる、北海道日本ハムファイターズ、ぜひとも優勝目指して頑張ってもらいたいよね。ファーム監督の稲葉さんとは、スポーツ大賞でお会いしたことあるけど、ナイスガイだったな。清宮選手にも期待しているぜ、俺様もコラボに向けて、キツネダンス練習しておくからよ。俺たち新日本プロレスの北海道ツアーも、ファイターズに負けねえぐらい一緒に盛り上げていくぞ。とコメントした。これにネット上では、真壁はファーストピッチ終わったら、すぐ場内売店のスイーツ巡りに行かなきゃならんな。北海道発祥のリトルジュースバー、いちご削りとか。町村農場、特盛ソフトクリーム1500円にチャレンジしていただきたい。棚橋、真壁のキツネダンス、いかついおじさんの耳カチューシャ想像しただけで笑えてくる。G1 クライマックスのプロモーションかな、チケット売れるといいですね。